アンドロイドが心霊スポットに行く物語、ホラーと SF を行き来するような感覚はこちら、相葉淵先生の対怪異アンドロイド開発研究室へ、異常が起きていく場所に赴き調査するアンドロイドの物語、その場にいる人間とアンドロイドの反応の対比、そして調査の中で怪異をより起こそうとするアンドロイドの行動も印象的でした。さらにそれを持ち帰り分析する研究室へ、一つの出来事がちゃんと怖かったり、冷静に見られてより怖くなったりします。ホラーと SF を行き来するような構成と後半にかけて融合していくような展開。ちゃんと怖いホラーとしても、アンドロイドと人間の SF としても良い一冊です。ぜひお読みくださいませ。